ここんんんにちはおははおようございますこんばんは今日は滝沢歌舞伎2020のパンフレットを紹介します一応ちょっとあれあの今日の多分短いと思うんでちょっとアクスタを並べてみましたじゃ始めますちょっと一直します こんな感じで並んでますねもうその撮影の仕方をも全然わからないからもうぼけたりするんですけどよろしくお願いします今日は9月29日肉の日ですひいくんですね最初この漢字が下が読めなくてですね ふっかこの前「ポカポカ見てたらさっくんのなんかこうさっくんのレンについてきて観客に座ってた後に一番笑いましたでラウル村上舞とラウールでしたよね確かラウールで一旦なんか編目みたいな。 で、ショッピーですね。ちょっと下の方映すと、なんか引っかかりそうなうのですいません。さっき撮影してあ、これはちょっとダメかなと思って、しました。もうめちゃくちゃ厳しいんですよ。だからもう、いきなりバンになるのも嫌だったんで、<laughs> もう一回ちょっと撮り直してます。向井君。昔ジーコって言ってたんですけど、今もうジーコっていう工事工事なんですね。安部ちゃん、安部ちゃん頭いい。 気象予報士とかクイズ番組よく出てます。なんかそのなんか何かなポストカードとか入っているんですけどこれ誰とか分かんないんですよなくすととか歌舞伎の顔しておーっとメメあの見ましたのでトリリオンも見たしあ NHK のあのドラマもしてなんか 幸せな結婚間違ってた確か一昨日ぐらい発売だったんですよなんかみんなやっぱり買ってますねすごいめめ伊テ様いいキャラになりましたよねよいしょサックサックももうオタクキャラで ジュニアが出てるんだあだ、この人このま,ま教えてもらったの佐藤真と書いてあらった一番人気なんですよねこの人ああそうかインパクターズだから写ってるんですねこの辺り分かり分かりません元,元木さん元木さんあインパクターズなんですねあなるほどあこの小田くん小田さんっていう人は忍者なんです この人、ああ全部インパクトあったなるほどなんか CT 出しましたねこっちは女性これは違うんですよねジュニアジュニアもちょっと分かる後々なんかジュニアでしたってなんか出てきたメイキングオブ滝沢歌舞伎0202 うん,うんうんたっけあっちに行ったから五石かもうたくさん歌舞伎できないですよ向こうでするのかこのあたりもプロデューサーとかディレクターとかですねあっこれ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 がなんかクスターっぽいですよねうん うん、うん、これも終わりですね。えっと今日はえっと「竹澤歌舞伎2020」をお伝えしました。チャンネル登録ありがとうございます。グッドボタンも本当にありがとうございます。助かりますと。と動画再生本当にありがとうございます。もうめちゃくちゃ助かってます。そしたら今日はもう失礼します。ありがとうございました。お疲れ様でした。